通恨の黒星だ。大相撲初場所14日目、27日、東京、両国国技館、綱取りに挑む大関霧島、27イコール陸が関脇琴ノ若、26イコール佐渡ヶ岳、に寄り切られて3敗目。先週落を前に自力部位の可能性が消滅した。取り組み後の霧島は花道に下がると、くそー、と絶叫。 支度部屋では報道陣の取材に応じず、沈黙を貫いた。師匠の六つ親方、元大関霧島、は、こんなもんでしょ。緊張していた。体が動いてないもんね、と敗れた弟子を表した。霧島が綱取りの条件となる、二場所連続優勝、を果たすためには、二十七日の千秋楽で先に相撲を取る二杯の琴ノ若が幕内昌園、置いてかぜ に敗れることが大前提その上で自身は2敗の横綱・照ノ富士伊勢ヶ浜を本割で破り優勝決定ともえ戦も制することが条件となる大一番を落とした霧島が厳しい状況に追い込まれた